ヤワタヤ公園は、大阪府大阪市港区に位置する都市公園である。大阪市営の公園であるが、指定管理者制度に基づき管理、運営されている。面積は、約12.4ヘクタール。1923年、当地に大阪市立運動場が開場したことに始まる。当時としては、東洋一の規模とされ、 戦前は大規模な競技大会も行われたが、1964年に長井公園内に長井陸上競技場が完成して、以降、主要な陸上競技大会は長井で開催されるようになった。そのため運動場を廃止し、1972年に八幡屋交通公園として新たに開園。実際の行動そっくりの道路が、 園内に作られ、信号機や踏切などを体験しながら交通ルールを学ぶ場として利用された。運動場の廃止に伴い、1956年に開設された大阪国際日本市港会場の敷地も拡張されている。1985年に大阪国際日本市港会場が南港に移転し、インテックス大阪となったことで、1993年以降、 日本市会場跡地と交通公園を一体化した、ヤワタヤ公園として再整備されることとなった。それを受け、1996年に大阪プールと大阪市中央体育館がヤワタヤ公園に移転した。ヤワタヤ交通公園を名乗っていた1974年4月30日に、開館、大阪市電の車両6両が屋内に保存されていた。1993年に、 公演再開発のため閉鎖され、保存車両は大阪市交通局緑木県社場内の保存庫に移転した。緑木へ移転後は市電の常時公開をやめ、交通局時代は毎年11月に同県社場で開催する大阪市営交通フェスティバルに合わせて一般公開を実施していた。民営化後は前期イベントの後継にあたる大阪メトルフェスティバルで公開しているほか、 2019年5月には、大阪メトロ懐かしの車両の公開と題して、森宮県車場と合わせた公開が実施されている。大阪市港区田中三丁目建設局の指定管理者制度導入施設都市公園一覧表、白川敦志、全国保存鉄道、JTB パブリッシング、JTB キャンブックス1993年、P14211 月18日。 大阪メトロフェスティバルイン緑木車両工場開催、鉄道ファンハット大阪メトロ懐かしの車両の公開イン森の宮、緑木検車場を開催します。同時開催、中本検車場、鶴見検車場の公開大阪市高速電気起動、ありがとうございます。